え？もう生徒会との対抗戦が始まったのかって？そうではないんです。話はちょっとだけ遡ります。打ち倒してやろうぜ、余裕で。油断大敵なのです。スタンドアップルヴァンガード。必ず非常事態こそはきたつ温度、やられっぱなしはありえない。 Can't get up, can't get up、 絶好のチャンスは逃すな。 Alright、 不可能は一切潰せ。何千回何万回何億回でも実情の声でWake up、 光線と線よ光を揺るがない姿で真っ向勝負でもっとベーハー道を切り開け。 Fight is 心と Fight is 体で最高の瞬間を得ば勝利の旗を振れ。 Weiß Schwarz、 Let's go!Is everyone ready? Let's have fun in the Multi-Life! Band Dream Girls Band Party Multi-Life Booster Pack on sale from May 31st. Bushiroad. Buddy Fight Ace! Is this Destroyer's final form? We've overcome so many fights, and we're only going to get stronger from here. Drago Knight, now on sale. Bushiroad!そもそもどうして私が1年生の君からコーチを受けねばならんのだ。ですけどまさか長城さんがヴァンガードをやっていたなんて。生徒会役員たるもの全てのクラブの活動に精通しているのは当然のことです。スズランの重視レベッカにライドでいいんだな。君のターンだ。ダメです。菜の花の重視キーラにはライドされた時1枚ドローするスキルがあるのです。ヴァンガードでは手札1枚1枚がとても重要だということを忘れてはいけません。メイデン・オブ・ブロッサム・レインをコール。ダメです。そのユニットは完全ガードといって防御の要になるカードです。安易にコールしてはいけません。いくら私が天才だとはいえ君の説明は分かりづらい。もうやめだ。やはりヴァンガードなど私にはふさわしくない。何よりグローバルではない。グローバルです。すみません。どうグローバルなんだ。言ってみたまえ。はい。ヴァンガードは鉄器を持っていれば誰とでもコミュニケートできる素晴らしくグローバルなツールだよね、慎吾くん。そうなのです。仙道君は海外のファイターとの交流もあるそうですし。何？海外との交流？それはグローバルだ。だが彼女のコーチではダメだ。仙道愛知君、アジアチャンピオンである君にグローバルな私をコーチする権利を与えよう。というわけで僕がティーチングすることになったんです。ですけどいきなりファイトだなんて。習うより慣れろです。仙道君もああ言ってる。これでは敵に塩を送るようなものなのです。でもあいつらしくていいじゃない。今回はカードのスキルを使わずにやりましょう。最初から情報が多いと混乱しますからね。まずデッキからグレード0のカードを選んで場に伏せてください。グレード0、そのカードがファーストヴァンガードです。ファーストヴァンガード、イメージしてください。ん？イメージ？はい。ここは惑星クレイ。そう、ヴァンガードファイトの舞台となる惑星です。今の僕たちは惑星クレイに降り立った霊体です。ファーストヴァンガードが開かれた時、僕たちはライドして先導者となり、コールしたユニットたちを率いてファイトすることになります。スタンドアップヴァンガード、ライド、グライム、ライド、マシニングワーカーアント。先行は僕でしたね。まず山札から1枚ドローします。そして自分のターンには一度だけヴァンガードを上のグレードに昇級させることができます。ライド、グレード1、ライトスクワイヤーハレイ。さらにヴァンガードと同じかそれ以下のグレードのユニットをこの5箇所にコールできます。リアガードをコール、グレード1モンガル。来るぞ。アタックは先行側の最初のターンはできません。僕はターンエンド、副会長のターンです。わかった。ドロー、ライド、グレード1マシニングホーネット、リアガードをコール、よしアタックだ。はい、ヴァンガードでヴァンガードにアタック。アタックする側はヴァンガードがアタックした時にトリガーチェックを行います。それをドライブチェックと言います。ドライブチェック、山札から1枚をめくり、そのカードにトリガーアイコンがあればそのアイコンが示す効果を発動できるんです。めくってみてください。ドライブチェック、クリティカルトリガー、クリティカルトリガー、相手へのダメージを1つ増やせるトリガーです。僕は2つのダメージを受けました。ダメージチェックを行います。ダメージチェック、アタックを受けた時にダメージを受けた数だけ行うトリガーチェックです。ファーストチェックノートリガー、セカンドチェック、これもノートリガーです。こうしてダメージゾーンのカードが6枚になるとそのファイターの負けになります。副会長、まだアタックは残ってますよ。あ、ホーネットでヴァンガードにアタック、ダメージチェック。これで君はダメージ3か。僕はターン終了だね。はい、僕のターン、スタンド&ドロー、ライド、立ち上がれ僕の分身、ブラスターグレード。トーンガルを後列に移動させホール、グレード2沈黙の騎士ギャラティン。トーンガルをはじめとするグレード1やグレード0のユニットはブーストを持っています。ブースト、アタックの時後列のユニットのパワーを前列のユニットに加えることです。ホーンガルでブーストしたギャラティンでヴァンガードにアタック。ホーンガルの8000を加えるとギャラティンはパワー18000か。どうすれば。手札にシールドと書かれたカードはありませんか。どこに。ここです。確かに書いてある。でしたらガーディアンとしてコールすることでアタックを防ぐことができます。やってみろ。はい、コールシェルタービートル、フィールド15000がプラスされ、ホーネットのパワーは23000。こちらの数値が上回ったわけか。なるほど。ガーディアンとしてコールされたカードは、ありがとう。ノープロブレム。役目を終えると退却します。ドロップゾーンに置いてください。ここだね。さあ副会長、反撃だ。まだ僕のアタックが残ってます。早く済ませたまえ。すみません。ヴァンガードでヴァンガードにアタック。副会長、これを使え。ガードマシニングマンティス。これで合計1万3000。パワー1万のブラスターブレードのアタックは通らない。そうでしょうか。ドライブチェック。クリティカルトリガー。トリガーにはユニットにパワーをプラス1万する効果もあるんです。つまりブラスターブレードはクリティカル2に加えてパワー2万ということか。ダメージチェックだよね。そうです。ファーストチェック、セカンドチェック。これで我々はダメージ2か。さあ副会長のターンですよ。ライドグレード2マシニングマンティス。ホーネットを後列に移動させ、前列にもう1体マンティスをコール、さらに後列にホーネットをコール。よし、反撃だ。ホーネットでブーストしたヴァンガードでヴァンガードにアタック。ノーガードです。ドライブチェック。よし、クリティカルトリガー。すでにパワーは足りているのにもったいない。そんな時のためにトリガーの効果は別のユニットに振り分けることができます。だったらクリティカルはヴァンガードに、パワーはもう1体のマンティスに。ダメージチェック、ファーストチェック、セカンドチェック。クリティカルトリガー。案ずることはない。アタックしているのはこちらだ。その通りなのですが、パワーはブラスターブレードに。これでブラスターブレードのパワーは2万です。何だけどマンティスにもクリティカルのパワーは乗っている。ホーネットでブーストすれば合計2万7000。よし、アタックだ。はい、お願いペルティ。ノープロブレム。インターセプト。グレード2のユニットしか持っていない能力で、前列からガードに参加することができます。先にいい玉へ。先にですが会長、仙道君はもうダメージ5ですよ。何？よし、とどめだ。いえ、私にはもうアタックできるユニットがありません。次のターンでと言ったのだ。仙道君大丈夫でしょうか。決まってんだろ、大丈夫に。Look at all the wonderful outfits! They even have a matching set! How cute! Extra Booster Primary Melodies, now on sale! Bushiroad! Cardfight!! Vanguard! All fighters are destined to be ruled by me! We'll surpass that destiny with our imagination! Extra Booster Light of Salvation! Logic of Destruction! Available June 7th! Bushiroad! Weiß Schwarz! The stage girls are ready to perform on a glittering new stage. The curtain rises and the captivating review begins. Review Starlight, Trial Deck Plus and Booster Pack on sale from June 14th. Hand-signed cards included. Weiß Schwarz, converting to the TCG stage. Join the adorable Pink Devil as she guns her way through the world of guns and steel. SAO Alternative Gun Gale Online, Trial Deck Plus and Booster Pack now on sale. Bushiroad.ライド。グレード3モナークサンクチュアリアルフレッド。イマジナリーギフトフォース。イマジナリーギフト。ヴァンガードがグレード3に昇級した時に送られる力で、僕が選択したフォースはこのサークルにいるユニットをパワープラス1万するものです。ならばモナークとやらのパワーは2万3000か。はい、さらにギャラティンをコール、ヴァンガードでヴァンガードにアタック。よし、これでガードを。待ってください、もし仙道君にトリガーが出れば出し損です。ノーガードツインドライブ。ツインドライブ。はい、グレード3はドライブチェックを2度行います。ファーストチェック、セカンドチェック。ヒールトリガー。パワーはギャラティンに、そしてヒールトリガーは自分のダメージの数が相手と同じか多ければダメージを1回復できます。君はダメージ4に戻ったわけか。ダメージチェック。ドロートリガー。山札から1枚ドローできます。じゃあパワーはヴァンガード。ホンガルでブーストしたギャラティンでアタック。シェルタービートルでガード。その調子です。スタンド&ドロー。お、なんだこの派手なシールドは。それは長城君、君が学校で教えてくれたなんだっけ。はっ、完璧ガードだ。完全ガードです。数値に関係なく相手のアタックをガードできます。それはすごい。ライド。グレード3、マシニングスターグビートル。イマジナリーギフトだったよね。イマジナリーギフトプロテクト2。これでマンプスはパワープラス5000、シールドプラス1万。2?プロテクトってそんなんだったか。イマジナリーギフトはそれぞれのクランに2種類ずつあります。まさか知らなかったんですか。石田は初心者のようなものですからね。なぬ、提案がある。ここからはカードのスキルもありでいこうじゃないか。え、あの野郎、勝手なこと。まあまあ美咲ちゃん、面白いことになってきたじゃないですか。無論君もスキルを使って構わない。ああ、よし行け副会長。はい、スターグビートルのスキルを発動。スターグビートルはソウルから2枚までレスト状態でコールできます。だったら心配ねえな。いえ、コールされたユニットのパワーはスターグビートルにプラスされるのです。何、ソウルからマシニングマンティスとマシニングホーネットをコール。これでスターグビートルのパワーは2万9000。さらにホーネットでブーストしてヴァンガードにアタック。パワー3万7000のアタックを食らいたまえ。勝てるぞアジアチャンピオンに。カード、幸運の運び手エプナ、世界一の巫女エレイン。合計で4万8000だと。副会長、まだツインドライブがあります。そうだった。ファーストチェック、セカンドチェック、クリティカルトリガー。効果は全て左側のマンティスに。これでとどめだ。ヴァンガードにアタック。ありがとう、ノープロブレム。また僕のターンですね。もう一度モナークサンクチュアリアルフレッドにライド。イマジナリーギフトフォース1。僕もスキルを使っていいんですよね。当然だ、使いたまえ。じゃあ遠慮なくモナークのスキル発動。ドロップゾーンからブラスターブレードを手札に。これでモナークはパワー3万8000、クリティカル2になりました。ホールブラスターブレード。ししかもブラスターブレードにもパワープラス1万です。ブラスターブレードのスキル発動。そのユニットは退却です。ホーンガルでブーストしたギャラティンでもう1体のマンティスにアタック。ノーガード。ヴァンガードでヴァンガードにアタック。会長、完璧ガードだ。完全ガードです。パラライズマドンナ。なんとかしのげたな。ツインドライブファーストチェック。クリティカルトリガー。効果は全てブラスターブレードに。セカンドチェック。クリティカルトリガーということはブラスターブレードはクリティカル3です。クリティカル 3？ブラスターブレードでヴァンガードにアタック。ノーガード。ファーストチェック。ヒールトリガー。ダメージ回復だ。ダメです。仙道君の方が副会長よりダメージが多いため発動しません。セカンドチェック。サードチェック。ダメージ6。負けました。アジアチャンピオンを相手に初めてでここまで戦えるとはな。実質勝ったようなものだ。私は自分のグローバルな才能が怖い。ありがとうございました。見せてもらったぞ。あなたは。我が名はエル、中上エル。またの名をゴッドハンドのエル。仙道愛知、我が地から解放するにふさわしい相手だ。僕、対抗戦には出ませんけど。幸運に思え。破壊の力を食らわずに済んだことを。だが我らは必ず安住の地を手に入れる。それだけは忘れるな。さらばだ。いつから見てたんだあいつ。対抗戦楽しみにしてます。たか愛知の野郎ですけど本当に嬉しそうなのです。嬉しいのさ。新たにヴァンガードファイターが増えたことが。これでルールは理解できたと思います。誰に物を言っている。会長、何か秘策でも。当然だ。私は天才だぞ。ビッグシップにライドした気でいたまえ。は？大船に乗った気でいたまえ。それを言うならイングッドハンズですが。そうとも言うな。さすがです会長。さもありなん。泥船でなければいいのですが。ビッグシップライド。Cardfight! Vanguard! Want to try out premium standard format? Get the essentials you need, along with Frameless Seroth Dragons Revival Collection Volume 2, now on sale. Are you premium enough? Buddy Fight Ace! Mastering the Knight's Way, the Peerless Dragon is here. Start your Buddy Fight journey today with G Boost, Ace Trial Deck Dragonite, now on sale. Bushiroad. Tell me. 30秒でわかるカード紹介コーナー。今日紹介するカードはメガコロニーの恐るべき兵器マシリングスターグビートル。登場時にソウルからリアガードをレスト状態で2体コール、そしてコールしたリアガード2体に応じてパワーアップ。リアガードを増やし自分のパワーを上げながらイマジナリーギフトプロテクトもゲットできる攻防のバランスに優れた使いやすいユニットだ。このカードで君もライド・ザ・ヴァンガード。もう閉店なんですが、おや、あなたは生徒会長さん。店長、私のためにグレートネイチャーのデッキを組む気はないか。またどうして。グレートネイチャーとは惑星クレイの天才たちが集まる最高学府らしいじゃないか。動物のですけど。まさに天才たる私にふさわしいグローバルなクランだ。これで対抗戦の勝利は揺るぎないものとなった。わかりました。この私が腕によりをかけてデッキを組んでみせましょう。ようこそこちら側へ。ありがとうございます、愛知くん。Team League is back again for Bushiroad SpringFest 2019, featuring games such as Cardfight! Vanguard in both standard and premium format, future card Buddy Fight, and Weiß Schwarz. Prizes include PR cards, playmats, and more. Regionals will be held at the following locations in North and Latin America, Europe, and Asia Oceania. Visit our website to find out more. Bushiroad.